はい、皆様こんにちは。私ランドルトカリと申します。これから DJ サッシャさんをお迎えするんですけれども、そろそろ着くはずなんですけれども、あ、何かファントムが来ました。サッシャさんでしょうか。誰でしょうか。中が見えませんけど、そうですね、あ、サッシャさんでしょうか。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。どうも、はい、ようこそお越しくださいました。じゃあマイクもらいます。はじめまして、はい、サッシャと申します。ランドルトカリンです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お越しくださいました、ね、カリンさんはこちらでお仕事なさってるんですよね。そうです、勤めています。はい、いやしかしここは本当に今来るときにびっくりしましたけど、はい、別世界ですね。そうですね、うん、ちょっとメルヘン的なところがありますね。まさにメルヘン、夢の国。はい、あの今日はカリンさんに実は、うん、あのずっとここを案内していただけるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速、はい、どこから行きましょうか。はい、まずですね、フランクミュラーシャトーの方をあの紹介いたしますので。シャトーですか。あ、はい、ちょっと飛行機も来てますけど、ここ空港も近いんでね、飛行機もちょっと何回か通るかもしれませんけどね、はいはい、あのちょっとそこはご了承いただきながら、皆さんご覧いただきたいと思いますけど、はい、まあ、シャトーっていうお城ですか。お城です。ちょっと移動しながら見ていきましょうか。はいはい、来る時も随分素敵な建物だと思ったんですけど、はい、もともとじゃあお城だったものが今はフランクミュラーのものになってるんですか。そうです。前はもともとからシャトーがありまして、はい、そしてフランクミュラーさんがあのここを購入されて、はい、あのここはとてもあの静かで綺麗な場所だから仕事しやすいのではと言って、はい、あのお求めになったそうです。すごい。ほらあそこカメラさん見てみてください。あのフランクミュラージュネーブって書いてある左下に1905って書いてあるってことは、これ1905年にこの城を建てられたってことですか。その頃ですね。でこれはネオゴシックっていう建築と申しまして、はい、あのはい、素敵ですね。ここ中がオフィスなんですか。全部オフィスです。ここ全部オフィスで、今はフェアのためにいろいろこう開けておいてあるんですけれども、うん、あのちなみにあそこが私の、どこですか。ビューローです。あの屋根の中の小さい上の、いやそうです、あそこの右上のところが、はい、カリンさんのオフィス。そうなんです。どんな眺めですか。あ、車が見えますね。あ社長が来てるかどうか確認します。あ、すぐ分かるという、はいはい、なかなかベストな場所になってるわけですね。そうです。分かりました。ここなんか噂では、はい、あの日本人のニトベイナゾーさん、昔の五千円札のあのね肖像だったニトベさんが住んでたって聞いたんですけど。私も知らなかったんですね。実は日本ともゆかりがある場所、これ偶然ですよね。素晴らしいですよね。偶然ですよね。はいはい、でもやっぱりフランクミュラーと日本はご縁があるよか、ご縁があるとありますね。そんなところにもね、はい、じゃあちょっと次も行きましょうかね。はい、次もご案内いただけますか。そうですね、次はあのシャトーの前の方に、はい、あの素晴らしいあの庭が、はい、庭と申しましょうか、もう全てがこう公園のようになっていて、はい、あの建物もございます。はい、じゃあちょっと歩いていきましょう。はい、さあこの建物は何ですか。はい、カリンさん、ここはあのフェアのためにわざ、はい、あのレストランを作ったんですね。設置して、はい、そしてアメリカからあのキュジニエをあの招きして、はい、あのお料理してくださってくださるんです。え、じゃあもうこの WPHH だけのためのレストランで、しかもそこに超一流シェフが来てるアメリカから。そうです。どんなものが食べられるんですか。あのパスタだそうですね。イタリアンシェフだそうです。はい、アメリカからイタリアンでここスイスで食べると。おいしそう。あとでちょっと食べたい。食べましょう。いいですか。やった。嬉しい。頼んでみるもんですね。そしてちょっと話してる間に気づかなかったんですけど、ここ眺めすごいですね。これここはまさにあのシャトーのお庭が見えるわけですね。そうです。もう公園のようになっていまして、ここに建物も作られていまして、はい、であのね緑が多いわけですね。はいはい、すごいな。で、うんうん、これ本当はこの先今山が見えてますけど、はい、何が見えるんですか。あのそこはあの
ここからちょっと見えないんですけども、あのモンブランがありまして、右側にモンブランがあって、そうです、はい、モンブランが見えまして、でそして左側の方は、うん、あの最も向こう行くともうエビアンノとか、 あの水でおなじみのエビアン、そうです、はいはい、そしてもうここアルプ山脈になります。すごい、はい、あの湖もレマン湖も、はい、今日はちょっと霧かかってますけれども、はい、あのレマン湖がありまして、霧がなければここにザーッと湖 が、はい、いいね、あります。しかもあそこにフランクミュラーの文字も見えますね。そうです、これは飛行機から、あの夜は光ってて飛行機から見えます。あ、ライトアップされるんだ。そうです、いいですね。じゃあちょっとそっちの方向にも今度、そうですね、お連れいただいてもいいですか。はい、そうです、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、さあカリンさん、ここがシャトーの庭ですよね。はい、そうです。素敵な場所ですね。これオフィスとは夢にも思えないですね。ね、幸せです。そして僕らの左右には同じ形をした建物が2つあるんですけれども、これは何ですか。はい、これはあのこのシャトー の、 あの建築形式がネオゴシックと言いまして、はい、それを真似て作ったあの建物なんですけれども、なるほど、あれがもともとあって後ろの建物が それと同じようなデザインのものを2つ建てたんだ。そうです、このフランクミュラーのために。はい、これはどういう、中はどうなってるんですか。はい、あの以前は全部シャトーで、あの時計師さんもあのオフィスも全部あったんですけれども、はい、どんどん大きくなって、フランクミュラーが大きくなって、あの今はここでは両方ともあのコース、あの制作ですね、時計の制作、はい、ここでは、セッティングです、はい、こういろいろムーブメントとか全部こう合わせて、はい、文字盤とかを全部入れたのも、はい、いわゆる工房になってるわけですか。そうですね、はい、でそちらの方はどちらかというと、はい、こうケースを作るあの工場となります。こっち側が工場、じゃあ、はい、最初に我々の右側の方でこうムーブメントを作って、違います、ここがまずケースを作られます。先にこっちを作られる、はい、はい、でそしてそれがここに来て、こっちに移動するんだ、はい、でムーブメント入れてガラスとかダイヤルとか全部つけて仕上げます。そうか、ケースが先なんですね、はい、なるほど、そうやって作られていくんだ。じゃあそうです、ここの建物で完成するともう完成。はい、そうですね、ここも終わり。そうすると私たちのところに届くと、そういうことになるわけです、ね、そうです、素敵です。はい、それにしてもここのこの環境であれば、うん、だからこそフランクミュラーの、はい、もう世界ナンバーワンの時計が作られる、このもう環境もありますね。これそれありますね、あの多分それがフランクミュラーがもう考えたことで、あの時計師さんが皆さんリラックスできるように、そしてお昼休みの時もあのこうちょっとのんびりできて、外でご飯食べてあのしたりします。夏になると暖かくて、あ、この芝生の上で、はい、こうみんな座ってあの 仲良くみんなでご飯食べますね。いいですね、会社に来てるのに、はい、昼休みがピクニックという、そうです、最高です、昼休みは。カリンさんもやる？やり、もちろん。カリンさんの好きな場所はどこですか、ちなみに。そうですね、あそこにライオンがいますけれども、あ、右後ろの方に、はい、はい、そのライオンの隣で座ってぶちゃくちゃぶちゃくちゃし食べますね。そこがカリンさんのお気に入りスポット、はい、そうです、ありました。じゃあカリンさんのお気に入りスポットも知ったところで、いよいよ中の展示をご紹介いただきたいんですけど、はい、ご案内いただいてもよろしいですか。もちろんです、はい、どうぞ。じゃあ行きましょう。はい、はい、